雑談から入るよ。雑談から、はい。硬いんだよ。いやいや、もうだから T シャツで今日は行こうかなと思って。一緒のお揃いの。来てる来てる来てる。約束守ってんのあいつ。送ってきたみたいです。サイズいっぱい。はい。そう。はい。すごいよ。古木くんが。ちょっと2枚ぐらい持って帰らして。はい。雑談魂の方も古木会も好評みたいで。まあ1回終わったところな。まあ今日の時点でな。で今日の夜に2回目か。各所から面白い面白いと。いや俺も古木があんなやつと思わなかったからかなりいってるよな。はい、いってますね。いい意味でいってるよな。いってますんで2回3回も面白いですよね。でもあれって世の中の人は古木はああいう人だって知ってたの？徐々にバレ始めているのでこの雑談魂で確定するって感じです。なるほどなるほどなるほど。お前としては変態がここで分かるってことね。変態違うんですよ。それを今日も知りたいと。今日からのゲストをね。そうですね。はい。深掘りしていきたいと思いますのでご紹介します。本日のゲスト、元中日ドラゴンズ荒木正弘さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お二人というともうジャイアンツドラゴンズでもう何度も対戦してしのぎを削ってきたと思うんですけど、俺らの世代は洗い場が嫌いっていうね。そうですよね。やっぱりそのあたりの話もね、この雑談魂でも上原さんの口から寝てん言っちゃいますよ。じゃあ嫌いって褒め言葉。そうなんですけど、僕はもう上原さん怖くて怖くてしょうがなかったですよ。今でこそこういう方だっていうのを分かった。人として怖いってこと？なんか見た目がおかしい。それはおかしい。怖いです。マウンドに立ってるあの姿がこの人は。いや試合中はそれはねしゃあないと思うけど、普段は僕初めてオリンピックで一緒に日本に出してもらった時に、あこういう人なんだと。ゆるやそこからあんま打てなくなったんです。逆に緊張感僕もなくなっちゃった。ああそういう方。はい。それまではちょっと僕も気合入れてやっぱりあんまり適当にじゃない。だったらもっと緩くいってたら俺いろんなやつ抑えてたってことなのかな。でもやっぱり野球で対戦するときにお互いやっぱり嫌なバッター嫌なピッチャーだなっていうこういう印象ですもんね。僕嫌でした。嫌だ。そうやん。嫌でした。もう荒木ほんま嫌やってん。苦手なバッターって例えば右バッターやんかアウトコース低めに構えてもらうねんけど中に入んのよ絶対。でインコース構えるやんか。それもまた中に行くのよ。で荒木のあの力のないスイングありますよ。わかる？あります。じゃ力ないスイングだけど、俺から多分名古屋ドームでもホームラン打ってるよな。あれまっすぐ狙っていったらカットが来たんですよ。ぴったり当たったんです。僕外からこうバット入るちょうど0対0で8回裏ですね。もうそれを覚えてます。マジか。まっすぐ狙っていったらちょうどカットボールが当たったっていう。いや名古屋ドームでもホームランで東京ドームも打ってるよな。東京ドーム打ってない。僕1本だけだと思います。名古屋ドームで俺な荒木のあのスイングで打たれたのちょっとショックやったもん。ホームランも打たれている。でもちろんショックだと思いますよ。僕自分でもそう思います。通算はどれぐらいホームラン打ってるの？32か3です。そんなもんなの？34本です。はい、通算打たれたのちょっと結構俺あれめっちゃ覚えてんねんけど。ショックですよね。ショックね。だから覚えてるんですもんね。それがすごい残ってる俺の中で。ショックだろうなと思いながら僕も走ってたんですよ。じゃあもうなんか荒木ってもうなんかほんまに力のないスイングなのよ。なるほど。はい。こう力感を感じないってね。力感かな。力感を入れないようにしてたんですよ。あの一番二番が本当嫌だった。右打ちもうまいし、動いてくるし、もう。ピッチャーとしてはもう嫌な。でもピッチャーは本当みんな洗い場嫌いって言ってたと思うで。言われた。あの1、2番は本当嫌やったもん。どうでしょうお二人の対戦成績どれくらいだと思いますか？僕4打数1安打ぐらいだと思います。通算の4打数1安打。2割5分ぐらいじゃないか。荒木は2割5分で井端になんか3割近く打たれてそうなイメージだな俺の中で。村さんも大体それぐらいな感じですか？ホームラン1本かな。2本ぐらい打たれてるんだな。1本だと思います。はい。ではいきます。通算成績91打数24安打、打率2割6分4厘、ホームラン1本、打点2、三振10ということで2割6分4厘。あの1本なんだやっぱ。やっぱ1本ですよね。264か。ちょっと打ってるかなっていうかね。4141でいってたまに42ぐらいの感じか。そうなので全然打ってないんですよ。いや2割6分ってでも打たれてるイメージはピッチャーからあると思う。基準ってどうなんですか上原さん？2割5分ですか？一応2割5分を基準にするけど、それ以下だとちょっと抑えてる。それ上やったらちょっと打たれてるなっていう感じかな。シーズンによっては2005年ですか16打数7安打、打率4割3分8厘、二塁打2本。今年癖あったです。なんで教えてくれるのこの年癖があったんですよ。この年のこの4割3分8厘がなければ全然2割5分より下回ってるので、じゃあもう半分いったやもんな。そうですね。え、マジでこの時どんな癖やったの？足の踏み替えです。踏み替え聞いたことないですか？ランナーなしの時でもランナーなし、セットで投げられる時だったんで、あの時セット初めからセットじゃなくてあった時あって、あ、なんか膝が痛かった時かな、そういうのはランナーいなくてもセットでサイン見て入る時に足2回踏み替えたらフォークだったんですよ。でピタッとはまったらまっすぐだったんです。なんでランナーからもフォーク分かるんで走るっていう、もうこの年だけです。教えろよ。そうなんですよ。まあ敵やからな教えられない。でも言われたら教えましたよね。じゃあでもなんとなくそれも聞いてたのはあったのよ。癖がある。俺はもう足に出るらしいのよ、癖が。なるほど。なので今後ろにスパイクがあるんですが、このスパイクがすごく見覚えがあるんです。もうこういう形、これのオレンジじゃないの俺の。そうだからこの形のやつを、だから僕は上田さんのベルトより下しか見てなかったんですよ。なんでこのスパイクベルトの顔もまあまあ癖あるよね。いろんないい意味で、いい意味で言ってたら何でもいけるみたいな。悪い意味とはお前予算がいい意味で、いい意味で。え、アレックさん、その球種が分かったらアレックさんどっち狙うんですか？もちろんまっすぐです。まっすぐ。フォーク来たら絶対手出さない。ピッチャーからしてめっちゃいいフォーク投げるとするやん。簡単に見逃されると、まあそこでまず気づくやん。あ、癖出てんのかな。フォーク投げにくくなるんだよね。その年上原さんはなんかそういう場面であったりとか、あれ分かってんのかなみたいなことは自覚としてあったんですか？いや、成績が物語ってんじゃない。確か9勝12敗とかしたんじゃない俺。なんでそうやろ。だからバレないようにわざとフォーク空振りしたりとかもしてましたから。ああ、なるほど。あえてバッター側が、僕はこれもピタピタ止まってたら多分次変えられたら困るなって思って、ここはもういいや、フォーク空振りしとけと、あえての空振りをして。そんなん騙すなよでもさっき聞かれたら言ってましたよ、田中さん。いや、絶対言わない。絶対言うわけないよ。言います。もう上原さんだったら言います。やっぱり先輩に言われたことは絶対だって。上原さんだけです。上原さんだけ。今やから言わないですね。今この場やから言わないですね。今の言い方は絶対そうなんです。ということでございます。さあ、盗塁王も獲得されました荒木さんにぜひ伺いたい企画です。荒木正弘さんが盗めなかった投手。まあ、数々の名投手が盗塁をしてきたと思うんですが、その中からも走塁に盗塁だけです絞って盗塁に絞っていきたいと思うんですが、この人からどうしてもこう盗塁できなかったとか、この人から盗塁するのは難しかったなというピッチャーをぜひ挙げて。まず1人目、内海投手。もう全然無理です。クイック早いし、あれ赤星もうまいって言ってたっけ。そうだよね。そのうまさっていうか、その通りしづらさっていうのはどこにあるんですか、内海投手に。まずクイックモーションの速さと、やっぱり動き出しが全然わからないっていうのがこの2つ。あと久保君かな、ロッテから横浜行ったスーパークイック。久保康友まだ現役やろ。そうです、現役出てましたね。まだやってんだから。メキシコでしたっけ、どっかでやってました。またすげえすごいクイックしてますよ。1秒切ってくるクイックなので、あれ計算したらキャッチャーが 1.9 台できたら速いって言われる中で、ピッチャーが1秒切ってきたら 2.9 でくるんですよね、セカンドベースまで。僕ら走って3秒絶対超えるんですよ、盗塁って。アウトになる。絶対なりますよね。確率的にはまあまあそうね。この2人と、やっぱ癖のなかった時の上原さんは走る。癖のなかった時の上原さん。一言入るね。それ赤星に聞いたのよ。この間来てもらって、俺やっぱ癖あったらしいのよ。そうですよね。その正解をちょっと知りたくて聞いて、そうだよなと思って結局足なのよ。やっぱ足でしたね。足なのよ。足に出るんですか。でも本当に上原さんは出なかったら、本当にその動き出しも分かりづらいし、クイックも速いし、絶対に走れないです。出なかったらやろ。出なかったらですよ。でも出てた、ほぼ出てたんやろ。ほぼ出てたみたいです上原さん、すいません。おかげさまで。そうするとやっぱりおかげさまで盗塁がこんなにしてる。俺から何個ぐらいしてる。あの年は結構、しかも4割打ってる年は多分すごい走ってますんで。あれさ、やっぱり癖が出ると変化球って分かると盗塁の率が、成功率が上がるので。上がるどころかもう 10割ですよ。だって牽制ないんですもん。なるほど。フライングできるんですもん。動き出しが分かりづらいピッチャーでもある程度このくらいで投げるっていうのが分かるから、そこで走っちゃえばでフォーク結構いいから、ワンバンになるじゃないですか。自然とあれ笑顔になってるじゃないですか。いやもうリードしてこんな顔してました。笑いながらもうリードしてたんです。出たー。笑えないよ。笑えない。村さん笑えないですね。はい。足、まあ手に癖がないだけやろ。足やって。そうですね。手に癖あるやついっぱいおるからな。野球界。野球界。いろんな意味合いを含んでますけども。はい。あ、でも今やっぱ上げていただくと、スタートが切りづらいっていうところですね。スタート切りづらい人です。やっぱりそうすると。はい。ということは。いかに盗塁がスタートが大事かっていうことが逆に言うと言えるってことですか。そうですね。もうだからピッチャーがどれだけ大事かっていうことですよね。キャッチャーが肩強いって言ってもそんなにそこでなかなかカバーできないので、もうピッチャーと勝負してる感じがある。あとキャッチャーはウエストされた時とか結構投げづらいんですよね。多分ウエストした時ってみんなこう座ったところから練習するじゃないですか。なのでウエストしてこう立ってセカンド投げてきたら大体高めに来るんですよ。ここに来られたら僕絶対セーフになる自信あったんでスライディングで入れると思って。ウエストしたら大体アウトになるっていうイメージ。はい、そうですね。外してるんで。ウエストすると僕はウエストされた時の成功率結構高かった。すごい。それはだってスタートが良かったから。キャッチャーに聞いたんですよ。ただキャッチャーってみんな座ったとこからセカンドスローの練習するから立ったとこから投げる練習してない。だからもう低めに行かないんだよねって言ったのを僕矢野さんに聞いたのかな。俺ウエストする時ってキャッチャー立つやんか。はい。ごめんな。ここにやると俺はダメやと思ってるから、いつも俺この辺に投げてた。その辺に多分ウエストした人は多分アウト。ウエストは絶対そこにしてた。膝が伸びるところでちょっとベルト付近、なるほど、ちょっと中腰ぐらいのところのこうじゃなくてこの辺。だキャッチャーも最初パッて立つときにいきなりパッてこう膝伸ばして立つわけじゃないとか、こういう立ち方をするわけやから。この辺の時にベルトぐらいこれぐらいのところにそのイメージあったね。そうで来られると。ダメですね。もう立ったところにもう行った時はもうちらっと見た時にわこれいけるっていう。すごいな。そんなん考えてるの。はい。あと上原さんの癖っていう話もありましたが、その他の球団のピッチャーもこう癖のある出るピッチャーってどれぐらいの割合なんですか。だいたい一チームまあ全体的にそうですけど3割ぐらいのピッチャー。3分までは出ない。エース級はどうなの。で俺らの時の。広島の黒田さん。黒田さん出ないです。出ない。ヤクルト誰だ。石川君とかか。もうあの子も走れないです。あの子もうまいですか。クイックも速いし。伊賀は出てないですね。おお。エース級出てたの上原さんだけですか。ほぼ。急に宣伝。そういうね、走塁のことをなんかいろいろ書いてるの新手を出したっていうからさ。すいません、俺のこと書いてんの？書いてません。書けよ。書いていいですか？書いてよかったですか？書けよ。癖があるやつは走りやすいぞって。それに近いことが書いてあります。で、後ほど荒木さんのサイン入りで3名の方にプレゼントをしたいと思いますんで、応募方法も株式会社完全。完全さんからどういう内容を書いてんの？内容もその指導者の方たちに読んでいただいて、指導者の方、選手っていうよりもなんか皆さん野球やっててなんかとらわれすぎてるところって今の子たちあったりしないですか？見てて今の子たちって情報がもう多すぎてなんか打つのも投げるのもそうやけどもどっちつかずっていうかもう。いろんなところに手出しすぎてるようなイメージはある。なんかそんな難しくないんだけどなっていうことが、もうちょっとこうシンプルに考えた方がいいんじゃないかなっていうのをちょっとそういう感じで話しました。でもこれ選手も見ても全然いいと思うよ。もちろん。特にもう何度も言われますが、走塁足にはスランプがないということで、やっぱり身につければ身につけるほど得点能力は絶対上がりますもんね。足がね速くない人ほどやっぱりちょっとそういう走塁に意識持ってくれるとチームとして強くなってくるのかなって。足に自信なかったらまず盗塁なんかしないし、でも走塁の方でどういうふうに意識持っていくのかっていう感じですね。盗塁に特化したやつではないので、盗塁じゃなくて走塁だもんね。なるほどなるほど。はい。通算378も走ってんだからよ。はい。このうちの8ぐらい走ってる？ 8 じゃ効かないかもしれない。マジか。そんな俺走らされてんだ。どういうことや。2005年42盗塁されてますもんね。おお。すごいですね。いやこの辺の時って、はい、だから39、42、30、31でタイトル取ったんだ。赤星さんが怪我されたそうです。ああ、この年。はい。いやその前のだから42とか39の時は赤星さん65歳でした。赤星さんもやっぱりすごいですね。でも盗塁王に興味はなかったです。だからもこれもう赤星がいるからでもやっぱり60はちょっと未知の世界だったので、6年連続30盗塁以上という荒木さんもこれすごいですもんね。今の子たちって盗塁どれぐらい？盗塁王で20前後、そうだよな、それでタイトルだもん。で今のやっぱりこの技術の進化もあるのか、ピッチャーの癖が出なくなってます。あ、機械とかそういうあれなんかな。ずっと映像とかも細かく多分やるのか、僕がコーチやってても映像見てもなかなか癖が出てこないですね。逆にこんな分かりやすい癖あるのかぐらいの出てる人とかっていらっしゃったりしました？分かりやすい。上原さん結構分かりやすい。上原さん。深いです。みんなどっちかでこのグラブのこの動きがちょっと角度だったりとか、やっぱり見る人が見ないと分かんない。あ、ちょっと上原さん全然分かんないです。どこですか？っていう、いやだからもっとこうなったらとか言うじゃないですか。2回踏むのと1回でピタッと止まるのと分かりますよね。分かりやすい。あと口がとんがったら牽制する選手っていうのもいましたね。口の動き、足をどんだけ探してもなかった。はい。ただコーチが口がとんがったら左ピッチャーですよ。口がとんがったら牽制。嘘でしょって言ったら本当そう。いろいろユニフォームのシワとかもあるし。あるだってだから赤星そうやって。あ、そうですね。はい。背中の。俺はマッチの時言われたのがこうセット入る時に。こう入るのとパッて入るのこれも多いの。こうやったらまっすぐだったら変化球、ちっちゃい時に変化球ってこれ多いんです。これピッチャーの心理なんですかね。フォークなピッチャーチェンジアップピッチャーでちっちゃい時に変化球バレたくないからっていうのがあるかもしれない。結構多いです。私はセカンド1回見たらもう牽制しない。思うの癖あったってことだろ。はい、言われました。全然気づいてなかったです。気づいてないんですよね。絶対なんかあんねんってありますよね。だからそこを探せたもん勝ちなところあるので野球界も。僕はもうそれがなければこんな打てないし、お前すげえなそんな癖見る力あってってよく言う辰巳監督とかも言われたことあるんですけども。逆に言えば癖を見なくてあれだけ打てたのがすごいなと。そういうことね。僕の凄さはどっちかというと盗みです。本当見てない人は技術ですから。でもそれも一つ技術というか。盗むなよな。世の中的に盗むってダメなことやね。もう盗塁って盗むって書いてますから。ダメなことやね。もうその。分かっちゃうってことですね。必死になってどっか糸口がないかってことですもんね。だから本当に技術のあるバッターの人って本当に尊敬できるなって。いやまあ盗んだとてやで2000本もまず打たれへん。そうです。それはすごいですやっぱり。まっすぐって分かってても、じゃあ10割打てるかっつって打たれへんねんからさ。僕でもそこだけだったんです。もうバッティングもそんな良くないし、まっすぐって分かった時だけは絶対もう捉えるように、もうせめて4割から5割の確率で捉えたいっていうことで。マシンをひたすら打ち続けたっていうのが僕の、始まりだったので、だから球の速いピッチャーっていうのは嫌いじゃなかったんですよね。でもやっぱりこのプロ野球で生き残るためには、自分はどうに勝つっていうことで、ね、生き残るためにはどうするかっていうのは他の人と同じようなことをしててもダメやし、変化球打てなくてもいいと思ってたんで、まっすぐだけでいいと。ちなみに口の動きに癖のあった方っていうのは誰ですか？広島の川内君っていう。あ、川内君。広報ですかね。はい、やってましたね。川内君にも話したことあるんで、それは。しかも左ピッチャーなんで、もうもろ見えますもんね。笑っちゃいそうになります。出てる。でも出てるとは言えないですね。だからあの時の目線をテレビカメラで撮ってたら、そのピッチャーがどこに何かが出てるかっていうのは多分分かったと思います。僕の目線がいってるところなので。面白いですね。そういう癖ってさ。少しも癖を見るとか、やっぱり盗塁はそうなのかな。もう絶対そうだと思います。で、やっぱりバッティングに関しては自分でもしもなんかこのピッチャーこうだなと思っても人には絶対教えない。人が間違って変化球と思ってまっすぐ頭当たったりとかしたらもう僕はそれと責任取れないから、バッティングだけは絶対に自分で。だからセカンドからなんかサインを出すだとかそういうことも絶対できなかったし。今でも出せないでしょ。昔はなんかちょこちょこやってたでしょ。はい、でもこれね、いまだにどうなんだろうなと思うんですけど、多分出してることになってると思うんですけど、後ろからこう見えるピッチャーいますよね、フォーク。牽制なかったらセカンドランナーってやっぱちょんちょんちょんってやっぱ出るんですよ。でこれ示し合わせてたらサイン出してるになるんだけど、でもバッター森野が後ろ打ってる時はそれもあいつが勝手に気づくんですよ。荒木さん出たら落ち球ですよねってなるんで、これって覗きになるのかなって。確かに自然なランナーの動きですもんね。それはなんないでしょ。そうでもサインは出してるみたいな、サインっていうかね、落ち球っていうなるから、それを感じ出した時からあんまり。やらないようにはしたんですよね。怪しい動きをするなみたいなことになるけど、はい、でも見えたらやっぱ出ないと。そうやな、フォークでワン巻いたらすぐ三塁いけるしな。そうやな、そう言われたらそれは別に、だからセカンドランナーから全く技術的なことだよね。普通の動きですもんね。確かにこう見えてる。だからみんな今こうやってるピッチャー多いんですね。左ピッチャーが多いですね、こういうふうにやってるピッチャーは。ちなみに日本シリーズで戦ったダルビッシュ投手とかは癖とかないです。ないですか。なんだったら癖どころか、多分鶴岡君が言ってましたけど、荒木さんの時だったと思うんですけど、サインが決まらなくてカーブって言いましたよ、あいつって言ってた。口で確かにあったんですよ。荒木さん、それ見えたんですか。見えました。あれカーブって今言ったよって。いやでも半信半疑でしょ。確かに教えてくれてんの、手出なかったと思うんですよ。もうだってどれ取っても一級品でしたもんね。あいつしかも何個あんのっていうぐらいあるわけやんか。何個あるやつも全部が勝負球で使えるから、そんないっぱいあってもキャッチャーが苦労するだけやん。俺みたいに二者択一でいいんだよ。最後カット入りました。